こんにちは、高橋です。すいません、本当最近お腹の調子が悪くて、なんか腸が悪いとなぜかチックがいつも悪化するんですよね。でも無職でお金がなくて病院に行くの本当絞ってるんですけど、まあなんとかなるでしょう。で、話は戻って、無職になって約2ヶ月が経とうとしていることに最近気がついてしまいました。2ヶ月間転職活動を地道に続けてきたわけですけど、もらった内定はゼロ。というか新卒で入った会社もアルバイトとして入って、その流れで正社員にしてもらったので、ちゃんと面接を経て内定が出たことが実は人生で一度もないんですよね。冷静に考えてみて結構それやばいですよね。一応僕理系の国立大卒なんですけどね。あと面接をしていく中ですごい嫌なのがあって、面接で落ちてもテストと違って、あなたのここがダメだから落ちたんですよとか、そういうのはわからないじゃないですか。なんか本当に面接ではマジで受け答え完璧で受かる率 150% ぐらいあるんじゃないかって思ってても、何らかのバグが起きてなぜか落ちるみたいな出来事がもう 3,4 件連続して続いているので、もうちょっと本当に辛くなってきました。無職をしていると毎日面接がない限り、まあ、基本的には暇で、かといってお金もないから特に何もしないんですけど、毎日自分が過ごしやすい環境にいちゃうんで、なかなかやる気が出ないんですよね。人間ってショックを受けないと頑張れない生き物じゃないですか。あいつにあんなこと言われたから絶対見返してやるとか、そういう動機って結構エネルギーになるじゃないですか。無職ってもう圧倒的にそういう刺激がないんですよ。だからだんだんとぬるま湯でポカポカしてるようなやつになっていくわけですよ。でもうそれが本当僕やばいと思って、最近一人で立ち飲み居酒屋に行ったんですね。そこで何か人と話せばいい刺激を得られるんじゃないかと。そしたらなんかたまたま席が悪かったのか、マジで誰一人として僕の近くに来なくてですね、誰とも喋らないまま1時間半一人でお酒を飲んでました。ものすごく惨めで寂しい気持ちだったんですけど、まあ、なんかうぜーって思って一応やる気は出ましたね。まあ当初の人と話して刺激を得るとは全然違ったんですけど、なんか無職期間中は自由じゃないですか。その自由が最近怖くなってきて、特に昼間みんなが働いてる時間に何もすることがない自分にそわそわしてきて、たまたまその日は大きな昼寝をしたんですね。2時間くらい昼寝しちゃって、午後4時に起きると外から下校してる子供の声がしてきて、あーみんなは何かしらの活動を今やってる最中なんだなと思って、とてもとても大きな不安に襲われましたね。最近僕の家の洋服3点ぐらいがものすごい白カビに襲われてしまったんですけど、なんだろう、この家に負のオーラでも溜まってるんですかね。なんか安子オリンピックだと世の中は生きてるだけで楽くてみんな優勝らしいんですけど、僕はなぜか一次面接で予選敗退してしまうんですよね。とっても悲しい。さて、まあ、今日はこんな現在の僕の状況をリアルに語ってみました。こんな絶望ポエムを聞いてくれた皆さん、ありがとう。これからも転職活動を地道に続けていきたいと思うんですけど、最後に決して物乞いしたいわけじゃないんですけど、現実的にこのままではもう転職先を見つけるまでにのたれ死んでしまうので、もし助けてくれる方いましたら支援していただけると嬉しいです。動画の概要欄に Amazon 欲しいものリストのリンクを貼るようにするので、本当に余裕のある方だけで結構です。よければ支援してください。ちなみに僕の住んでるマンションが置き配できなくて、オンラインでの面接中にピンポンが鳴っちゃうと困っちゃうので、ポスト投函できる品物のみリストに入れてあります。まあ、それは本当すいません。まあ、でもお礼の動画もまた何か作る予定なのでよろしくお願いいたします。というわけで今日はこんな感じです。 YouTube もこまめに投稿していくつもりなので、これからもよろしくお願いします。また見てねー。